どうもピオキングです。今日はこのコースやっていきます。待ちに待ったあのテルルさんの新作コースが出ました。トロールクエスト絶叫勇者と芋の姫君。まあ誰のことを言ってるかわかんないんだけど、今年2024年は経つ年だから、ドラゴンクエストとかけてトロールクエストっていうコース名にしたんじゃないかな。まったくキザなことをしてくれるぜこいつだよ。で、説明文に今年の抱負は月に1回投稿することです。新年もよろしくお願いします。うるせえ挨拶を暴言で返すダメな音だでさ、最近僕いつも思うんですよ。いろんなトロールコースやってるけど、最速を取ってる人、このケン K2 トロールっていう人、マジでめちゃめちゃ出るんだよね。何者だこいつって思ってそれじゃあやっていこうか。クリア率は 1.71% で、皆さん僕今日も元気だなって思うでしょ。実は5時間しか寝てなくて、今朝の8時だねめちゃめちゃ眠たいんだよね実はやべえマジで、この50コイン絶対ライが来るだろう。もうね、今日はテルルさんのコースだからガチで避けに行くよ。え、お前も来ないの？ジャンプした瞬間しか開幕一緒やじゃん。眠いよみんな、体を起こすために無理やり大声上げちゃってるよ。じゃあ殺すなよ。どこに行くんで、下に行くのか。ちょ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 、おはよう。みんな聞いてくれ、中学生の頃眠いといえばかっこいいと思ってた自分を蔑んだ目で見てくれ。だから友達とかに話しかけられても、今日眠いんだよねって言って、心の中じゃ今の俺かっけ絶対頭悪いよな。これ右は右の土管入れないのね。上だだば。じゃあ今の中学生は何を言ったらかっこいいんだと僕なりに考えてみました。ダリもう喋んない方がいいかもしれないね今日頭全然回ってないんだよな。ちょい待ってって、ここオートスクロールだって聞いてないで、こいつは何よ。しつけんだよ。ごめんね、ロレツも全然回ってないかもしんない。まあいつものことだと思うんですけど、まあたまには許して、こういうのも。ダブルバディ、今日マジでやらせてくんない？テルルさんのコースはね、ガチでやっていきたいんだよね。なんだこの四角の枠は、絶対叩かねえぞ。どうせ隠しブロックやるだけだろ。この先何が起こるか読めてるよ。下の綱に捕まろうとしたら蓬莱がいなくなって、扉かなんかに入れられるんでねえの。だから僕は一体何もしない、これが正解だこんなん引っかかるわけねえじゃん、全て読み切ってんだよ。しょうがねえな、この扉入っててあげようか。わざと罠に引っかかりに行ってやるという屈辱を味わうがいいぜ。さあこの先は何があるんだい。うん、明けおめ、どうも明けましておめでとうございます。おい、ちょっと待って、これ知りたいんよ。上野さん、USA 記録を避けるっちゅうこと？え、これちょっと無理じゃない？ USA 記録開けんだよ。うん、簡単。みんな正月何買いました？僕ね、銀だこの福袋1000円のやつ買ったぐらい。ん、ここ隠しブロックないのね。で、その銀だこの福袋1000円分でたこ焼きが2つ、たこ飯の素が1つで、スタンプカードが1つついてるぐらいかな。まあスタンプカードってあんまりいらん気がするんだけど。で、ルック、何を見ればいいんだ。下か、下に行って左を見れってことかな。ボボボボーン。で、僕さ、福袋で一番文句言いたいやつがあるけど言っていいかな。500円分の商品券が6枚あって3000円分あります。でもそれが1500円で買えるから実質1500円お得ですとか言ってるんだけど、でもそれね、お店で1000円以上買うことによってチケット1枚しか使えませんみたいな、これ全然お得感ないよねこんなん言っちゃっていいのかな。で、これは右に行っていい？うん、右にダッシュして行ってみるよ。これダッシュするしかないもんだ。やっぱそうなると思ったよ。なんなんだこっちは。お年玉、このオンオフをしたらお年玉をくれんのかい。うるせー。どのタイミングで右ダッシュを離せばいい。このタイミングだ。オッケー。そして下のドアに入っていけっていうことなんでね。の右は行きそうにないね。さあドアに入っていこっか。中間、やった中間ポイント優しいと思ったら、ここはピンクコインコースかい。上から上まだいけるね。で、左、こっちが実は正解でねえの。ほらほらほら、あの、いや、ちょっと下行こっか、いけるかもしんないもんな。しゃっ、やだ。いや、でも全部調べたいところでもあるよな。で、この青と緑は入れない。じゃあこの黄色っぽいやつは入れない。
で上に行った瞬間ブラバが出てきたから確かめた瞬間すぐ左全部入れなかったね。で2月に重大発表があるって言ったと思うんだけど、そのコメントの中でテルルさんとゴールインするみたいなコメントがあったんだよね。なんだその安直な考え方は。そんなわけねえだろ。ちょっと待て、戻ったらなきゃいらー。もう一個面白いコメントがあったんだけど、誕生日を祝うってあったんだよね。いや誰の今日誕生日だった、おめでとう。ここはピンクコインコースと思いきやピンクコインコースじゃないんだろうね。いや前回がさピンクコインコースだったから助かるぜ。じゃあこの花ちゃん踏んでいい？いやあえて上に行こうか。こっちが実は正解みたいだ。なりまた君を踏んでいいのかい？ごめんね、足蹴にさせてもらうよ花ちゃん。そんな怒んなでやめろ。花子、花子、君の熱い猛アタックは受け取ったよ。でも僕は冒険の途中なんだ。どっかの誰かさん、謎の姫君を助けなきゃいけないんだ。花子、もう来るなよ。オンオフをして一旦何もしないでおこう。うるさいって、いつもわわギャーギャーさ、そんなんじゃいつか飽きられてしまうって。じゃあここは右に進んで、この右のブロック飽きそうにない。もうちょっと言葉のレパートリー増やしたいんだけど、なんか最近全然さインスピレーションが湧かないのよ。左土管からキノコが出てくるって書いてんだ。こいつはなんだ。ドラドー車のドなら、今のヒントで言うとここにデカキノコが出てくる、そういうことだと思いますよ。さあデカキノコを取っていきますか。で次はオンオフをしていいのかな。いや絶対の。俺はね、ドクルマに落ちてもドクルマって言わないで決めてるんで、いつも同じリアクションになってしまう。ドクルマー、テルコ、今日ちょっとおかしくない？難易度間違えた？相当難しい気がするんだけど。何？本気出してきたってこと？上等じゃねえか。テルコが大魔王なら僕は勇者ってことだろ。謎の姫君は分かんないんですけど、ここはすぐ左だ。よっほっほっほっ。なんか怪しいと思ってた。さあ中間ポイントゲット。さあこの記録は取っていいのか。いやいや、あいつはまだだ。まずこのハテナブロックを叩いてみようか。うん、キノコが出てきてくれましたね。じゃあ左のキノコは何だったのかな。あれも取れそうな気はするんだけど、お前は落ちてくる。だからすぐ右に行く。オラオラオラ。なになに、寝てんじゃな、どうしよう。でも中間ポイントからだもんね。今度は左にキノコいないな。まあ いや一旦ここのキノコと。魚魚魚魚魚クソ、今のは読めたはずだぞピアキング。じゃあすぐ左に行ってこのキノコを取っていこうか。上のキノコじゃないんだね。でここで、うわ、あのキノコいる。なんかつららに当たってさ、無敵状態のまんまキノコでここ来れそうじゃなかった。まあ いや一旦このまま上行きます。でこっからどうすればいいの。まだ生きてないよって。ここのキノコ取るじゃん。そして右に行ったらキノコが落ちてくるんだよね。でこのキノコを取って右に行けばキノコ状態のまま来れますみたいな。え、これカバなんじゃない。キノコ状態のまま来なくていいですみたいな。いや絶対そうだと。いや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 全然僕はキノコ待ってるからね。でもこれは戻れっていう感じかい。戻ったら右の方に進める。何かが出てきたね。じゃあ今のアマンガス、もらえるもんはもらっていこうぜ。ここでキノコを取って、もう一回これ取れるでしょ。絶対これ取っちゃいけないやつだろ。さあここで、いやいやいや、もうミスったけどこれもいいもんだ。魚の竜、ガバ発見名刺を舐めるんじゃないわよ。こんなコースね、いくらでもガバがありそうだから全て見つけてやってみせるさ。でここはね、一回でジャンプしなくちゃいけなかったんだよな。ここでジャンプでバネに当たるとは思う。でも上に行けますと。でさっきはさ魚に当たったけど、これもう一回何もしないで戻ればキノコ状態のまま先に進めるんでねえぞ。ほら一回当たってもいい、一回当たってもいい。これ上は30回取ってみる。一回当たってもいいもんね。何が来てもいいもんね。こいつは何、マスターソードか。マスターソード取れないよ、取れないよ。でも僕はね、一回当たってもいい。え、何これ、バグなんじゃね。え、これバグだよな。
まあ、おう、いや、できない。まあ、どうしよう、これ上行くか下行くか、もう下の来いの行って、うん、行ってでか状態でままここまで来ちゃったよ。じゃあここでオンオフ、いやオンオフどこで変わるんだろうな、ここでオンオフが変わるのか。え、これさどうやって行くんだろうな。多分デカ状態じゃなかったらすぐスッて来れるんだろうね。じゃあさっきはいけなかったけど、ここで右にジャンプだ。なんだこの豚野郎が。キノコ状態で来ることもできたけど、あえてチーのまま行ってあげよう。まあ、これで今日カシツーだよ、カシツー。じゃあパウを叩くでしょ。でこっから絶対なんか降ってくると思うんだよな。だから、ただいの瞬間すぐ右。弱っ。ザコイだきゃ。なんかちょっとさっき難しいかなと思ったんだけど、今日は全然余裕なんでねる。じゃあオンオフをして左に行くと思いきや、僕は何もしない。ガチャじゃねえんだよ。みんな今日さ完全に僕の勝利じゃない。もうここまで罠をかわしまくってたり、ガマを見つけたらもう完全に僕の勝ちでいいんじゃねえかなと思うんですよ。でこれはチョイス、何を選べって言うんだい。チェックポイント1か GG か。へっ、左に行ってやろうじゃないか。右が GG なわけないもんな。こっちピンポンって言われた。あー、左、うわー、出た出た出た、こんなの2分の0じゃんか。そうすると右もすごい気になる。右は右チェックポイント1か。あれ、はっ、さっきさ砲台なかった。あはははははこれ本当にチェックポイント1。スタラララ、どうせ左に行っても素直にゴールさせてくれねえのは分かってんだ。ここ左開かねえな。降りた瞬間に上に行けっちゅうことかい。さあこれでゴールなのか。はい、どうもこんにちは。まあ正直言えば上から何か降ってくると思いましたよ。じゃあすぐにドアに入れませんね。もういいだろ、大魔王テロルよ。いや、大魔女テロリア。さあこの先ゴールを見せろ。またまたなのけ。プレイスヒット、ちょっと待ってね。プレイプリーズヒット、当ててくださいということか。何を当てればいいというんだ。一回ピーシャンしようか。ピーシャン、特に意味はない。ここはゴールっぽいけど、まあゴールじゃないよな。まあとりあえず右行ってみようか。あれなんだろうな、左の意味。なんかあそこのあれを当てろっていうこと。あ、なんか普通ゴールできそう。なになに、最後のヒントの意味全然分かんなかったんだけど。あ、分かった。さっきさ、あのゴールのところのブロックに魚が出てきたじゃん。あそこのブロックを叩いておいたらゴールっていうことなんだろうね。いや、叩いてきてよかったぜ。まあ皆さん、今回は完封勝利と言ってもいいんじゃない。いや本当にね、いつも楽しませていただいてます。今年もよろしくお願いします。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、 1-2 バッドザフロアイズラバー。 1-2 だけど床はマグマっていうことですね。ってことは実質床がない 1-2 だと思いますよ。まああの 1-2 で床がなかったらどんだけ難しくなるんだろうね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.59%。いや正直1-1系っていうのはいろんなマリメ配信者好んでするからネタを出し尽くされてるんですよ。でなんで人気かって言ったら、意外と再生数が稼げる。バカ正直に答えちゃった。でも僕あえていろんな1-2を攻略していきたいと思いますよ。で本当に床がないんだな。じゃあこの床がない1-2をどこまで進めるかっていう話なんですよ。絶対無理な場所とかあるんじゃない。あ、ちくわブロックがあるのね。じゃあこのちくわブロックに乗っていく。いや違わないんだって。今のは単なる俺のボンミスや。しっかりとジャンプしてちくわを渡っていく。そして次はどうすればいい。下から、いや下からいけねえな。上あるじゃんこっち。でここちょっと難しくないですか。あのバブルがめっちゃ邪魔なんだよな。どのタイミングで行けばいいんだろう。バブルが下がった瞬間に行こうか。このタイミングだ。うまい。よし、これ大事にしたいね。中間とかあるから、中間ある、めちゃめちゃ優しい。そしてちくわブロックに乗って一個一個行けっていう感じですかね。よし、で次も行こうか。よーじゃあ、イカみたいな色のマグマだね。面白い、こんな1-2があったのか。これだけらマリオメーカーっていうのはやめられねえぜ。さあ次も行けよ。ちょっと言い訳タイム入っていい。僕喋りながらやってるからね。この動画を見て下手くそって思ってる。あーってなんだよ、あーって。あー、もうやめて。ここマジでむずい。リズムよく行くんだ。リズムよく行けばいけるはずだ。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン。ふざけるな、真面目にやれ。お前のテクニックはそんなもんだったのか。こんなんばっかりやってたらね、わざと引っかかってるんじゃねえかなとか言われるんですよ。さあここのパックンのところに行きます。いやここは全然余裕だよな。ここパックン出てくる、出てくる。で
足はないけど。いや本当に、あ、このちくわブロックに乗っていけって言い方で、これは全然ぬるいよ。あ、こっから簡単になるんじゃない。さあ、早く早くこいてるぞ。で、これは上から行けば全然簡単。よっしゃいや、この1の2マジで楽しかった。この制作者さんはね、いろんな1の2だけを出しまくってるんですよ。また面白いコースがあったらやっていきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。